広島は今日73回目の原爆の日を迎えました。広島市長は平和宣言で核兵器禁止条約を核廃絶への一里塚にするよう求めました。下敷きになってそのまま焼け死んだわけですから、少しでもみんなね、やっぱり知ってない人の方が多いですから。平和記念式典には安倍総理や85カ国の代表のほか、被爆者らおよそ5万人が参列しました。黙祷。松井市長は平和宣言で核抑止や核の傘という考え方は危険極まりないと訴えました。 NPT 核不拡散条約のに義務付けられた核軍縮を誠実に履行し、さらに核兵器禁止条約を核兵器のない世界への一里塚とするための取り組みを進めていただきたい。先月の豪雨災害で被災した坂町でも慰霊碑を覆った土砂が昨日までに取り除かれ、被爆者らが犠牲者を追悼しました。